はいどうも、チュープロです。プロレス界の重箱の隅を作らないよう、毎朝僕一人語りでお送りしております、こちらのチャンネル。今日の話題はこちらになります。はい、現代では大ブレイクがなかなか難しいプロレスのキャラクターということでね、まあ、プロレスにはいろいろなキャラクター設定というものがあって、まあ、あのヒールであれ、ベビーフェイスであれ、あるいはそのコミカル系であれ、まあ、それぞれにやっぱりその特徴があるわけですが、まあ、この現代においてもうちょっとこのキャラクター持ってるとなかなかそのブレイクっていうのは今難しいなと思われるパターンの、キャラクターについてお話をしていきたいと思います。まず一つ目はこちらですね。はい、まずカウボーイ系ですね。まあこれはもう一言で言ってしまうと、もうちょっとやっぱり時代背景に合わないというところがあります。1970年代80年代からカウボーイキャラって大、なんていうかな、やっぱり全盛期だったと思うんですね。まあ、ブラックジャックマリガン、ブラックジャックランザのね、ブラックジャックスなんかもそうですし、まあ、あれはカウボーイボブオートだったり、まあ、スタンハンセンもねカウボーイキャラという感じでしたけど、まあ、現代においてなかなかそのカウボーイというキャラクターでのし上がっていくっていうのは、ちょっともうやっぱり時代背景的にそのカウボーイというイメージがだいぶ少ないと。最後のカウボーイキャラっていうと誰かな、イメージとしていくと、まあ、JBL になる前のブラッドショーであったりとか、あとはまあ、ジョー・ドーリングなんかも一時ちょっと少しカウボーイっぽいキャラクター、まあ、ハンセンを踏襲してるような、雰囲気もありましたが、まあそういったところになりますかね。まあ、でもやっぱりちょっとやっぱりそのキャラクター浸透としては今から難しいキャラクターになってくるんではないかなというふうに思います。はい、次ですね。サモアンタッグですね。これも前もお話をしましたけど、とにかくもうサモア系の身体能力の高さとか、そのプロレス的なうまさみたいなものに関しては大体もう一定のその保証がある。日本でいくと、タンガロアとタマトンガ、キクレオというところですが、それからまあ海外でいけばウーソーなんていうところですが、昔と今と特に違うところはやっぱそのキャラクター性ですよね。昔はもうサモアでも骨太の巨漢レスラーみたいなのが多かったのが、今やっぱそのプロレスラーの前世がやっぱりスラッとした体型のレスラーになってくるので、このスラッとした体型のサモア系というのはどうしてもなんていうのかな、その味噌ラーメンみたいなもんですよね。一定のレベルでは実力をすごく保証されてるんだけど、そこからなんかドカンとブレイクしていかない、誰が誰でも分かんなくなっちゃうみたいな感じというのがどうしてもあって、そういった意味では非常にまあそんな役回りに置かれてるかなと思います。まあロマン・レインズみたいにねシングルでドカンといく感じがあるんですけど、まあ彼今そのサモアのチーフのキャラクターを取ってますが、そんなにサモア系してないというところもあったりとかするかなと。で、まあタッグ系に行くと特に本当誰が誰だか分かんなくなっちゃうみたいな嫌いがあって、非常にそういった意味ではブレイクっていうのが難しい。もう一定の保証はできるんだけど、それ以上オーバーするっていうのが非常に難しいなという、そのように印象を受けて最後ですね。はい、ヒップホップ系ですね。昔 ECW の時代の例えばパブリックエナミーであったりとか、そういうもうそのヒップホップというものが世の中に浸透してきた時にプロレス界に出てきたヒップホップというのは、まあやっぱりそのセンセーショナルなイメージとかっていうのがありましたけど、現代においてこのヒップホップっていうのももうとりあえず出てくればなんとなくかっこいい雰囲気なんだけど、やっぱりちょっと軽薄な感じもするし、やっぱりそういった意味でその実力とはあまり今度逆に関係のないところで、ある程度まあこの次元のレベルだよねという烙印を押されやすい役回りかなと思います。最近でいくとその WWE においてNXT から昇格してきた、ヒットローというチームですね。アイザイア・スコットが中心になって作られているヒップホップのチームみたいな感じなんですけど、やっぱり雰囲気かっこいいんですよ。なんとなくね、なんとなくかっこいい、このなんとなくっていうのが非常に厄介で、そのかっこよさはそのプロレスラー的なかっこよさっていうよりもなんかそのファッション的なかっこよさみたいなものはあるんだけど、それによってそのプロレスラーとしての実力がオブラートに包まれてしまうみたいな嫌いがちょっとあるかなというふうに思います。まあこの辺のキャラクターそれぞれ選ぶのはね、またそれぞれというところもあって特性というのもあると思いますが、ちょっと逆にキャラクターにとらわれすぎてしまうと逆にそれ以上その上に先に、飛び越していけることができないのかなというふうに考えています。皆さんにとってのそのキャラクター、ちょっと首を絞めるキャラクターなんていうのは思いつくところありますでしょうか。ありましたらコメント欄に書いておいてもらえると嬉しいです。というわけで今日はですね、ちょっとブレイクしづらい、プロレスのキャラクターというお話をさせていただきました。今日の動画面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。
それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。